はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まず最初に言わせてください。皆さん、手洗いうがいで防護策をしっかりしていきましょう。やればできる。はい、ありがとうございます。まあ、今日のお話なんですが、お話ってなんやねんっていうのね、偉そうにね、すみません、なんか、まあ、本題に入りますね。これまでね、一般の方でですね、感染された方や、その感染のね、可能性がある方が多かったんですけども、芸能界、スポーツ界でもね、あの症状がね、出てきた方がね、出てきたかもしれないっていう方がね、おられます。発熱やね、息苦しさ、倦怠感以外でもですね、最近はその味覚や嗅覚っていうところにですね、異変を感じたら検査した方がいいっていうふうにね、ニュースで言ってました。それがね、で、スポーツ界の、ね、方で出てきたようなんですよ。まあね、どこからやってくるかわからないですけどね、本当に。まあ、その自宅やね、その個室などでお仕事をされてる方、できる人っていうのは、まあ、大丈夫なんでしょうけども、まあ、どうしてもね、不特定多数と関わらないと仕事ができない、仕事にならない人らっていうのはですね、もう避けることがね、できないんでしょうかね、やっぱりね。こうマスクをしてできる仕事であれば、必ずマスクを着用してもらいたいものです。まあね、スポーツの競技中っていうのは仕方ないですけども、そのテレビに出演している人って別にマスクして出てもええと思うんですけどね。例えばその安倍総理大臣がマスクしててもね、これは安倍さんやっていうのはね、わかるじゃないですか。菅官房長官がマスクしてね、あのいつもの立ってる後ろのね、青いバッグのところでなんかこう記者会見じゃないですけど、こうお話しされるじゃないですか。それでも菅官房長官でわかるじゃないですか。芸能人の人だってね、絶対わかりますよ。まあね、テレビ業界のルールというのがって言いますかね、常識っていうのですか、まあ、僕みたいなね、素人にはわからないことがたくさんあるんでしょうけども、その芸能人の人だってね、人間なんですから、お仕事されてるんですから、そのマスクしてね、仕事してもいいと思うんです。テレビ局の人がね、そこのところをね、許可してくれれば、芸能人の人らもね、安心されることでしょう。とは言っても、まあ感染経路がね、追えない状況なので、直接触れる接触感染なのか、同じ空気を吸っての飛沫感染やね、あの空気感染なのか、わからない状態です。まあ、そんな感染経路をね、改めてね、お話しさせていただきます。まず一つ目がですね、接触感染。あのドアノブなどね、ウイルスがついた部分に触れて、手についたウイルスが体に入って感染すると。で、2つ目がね、飛沫感染ですね。感染した人の咳やくしゃみなどがね、飛沫に含まれるウイルスがね、体にスッとこう入って感染するってやつです。で、3つ目がね、あの空気感染でございます。飛沫よりもね、さらに小さい粒子がね、空気中にね、出て、それを吸い込むことで感染するというやつです。といった感じで、まあ、この3つが挙げられてますけども、その接触感染は、例えばその感染者がね、触ったドアノブ、まあ、先ほども言いましたけど、あの電車のつり革とかもそうですけどもね、触ってしまった健常者の手に傷などが、ね、あって、まあ、そこから感染する経路が、ね、多いようです。まあ、そういう時はね、絆創膏かテープかなんかでね、ガードしてれば直接触れることがないと思いますのでね、いいと思うんですけど、まあ最善のね、注意がね、必要です。で、飛沫感染っていうのはですね、感染者の咳やくしゃみでね、ウイルスを含む唾液などが飛んできて、他の人の喉やね、鼻からね、こう体内にね、こうスッてこうね、入って感染することです。で、空気感染はね、最近ではエアロゾル感染とも言われてますけど、まあ、そのエアロゾル感染というのはですね、唾液などが乾いて水分が抜けてですよ、残ったウイルスの粒がね、空気中をふわーって漂って、その小さい粒がその鼻とか口からこう吸い込んでしまって体の中に入ってしまうものです。飛沫感染とね、似てますけどね、細かく言えば別のタイプになります。まあね、これもニュースで言ってたんですけども、関東方面ではですね、週末など夜などね、外出の自粛を要請されてますね。まあ、日本ではね、罰金までは課せられないと思いますけども、ニュースのインタビューでもね、
週末は人の集めるとこには行かずに家でおとなしくしておきますとかね、飲食店経営されてる人とかはね、自粛要請と言われてますけど、それはできません。誰も来ない、来ないのは分かってますけども、お店は営業します。いくらね、いくらね、閉めなさいって言われてもね、できることでできないことがね、あります。とね、強くコメントされてました。芸能界でもね、仕事を自粛されてたですよ。芸能人の人らも困りますよね。まあ、先ほどの飲食店の人と一緒ですよね。撮影の日が決まってたら撮影せなあかんし、イベントにも参加せなあかんし、本当に大変だと思います。でね、外務省あるじゃないですか。外務省はね、この度全世界渡航自粛を要請っていうね、ことをね、言ってましたね。まあ、仕事で海外行かなあかん人っていうのはどないせいっていう話ですよ、本当に。ほんで帰ってこられんでしょ。もうね、本当に早く収束してほしいもんです。ね、みんなで手洗いうがいをちゃんとして、みんなで守りましょう。やればできる。絶対大丈夫です。ね、自分でこうね、手洗って、ガラガラペーしてね、やっていったらね、一応守れることは守れるってね、専門家も言ってますんで、みんなでやっていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。